はい、皆さんこんにちは。本日はね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。風林コンサート2024、一輪を大輪にというわけで、というか、これはね、映画を見てきた後にね、スマーク伊勢崎の野外コンサート場みたいなのがあるんですが、そこでね、ライブしてたのが風林ということで、風林のね、片一方の人が、なんかね、群馬出身で、なんかね、今月デビューらしいです。まあ、歌謡曲主体のコンサートらしいので、まあ、応援してやってくださいということで、本日見てきた映画はこちらになります。で、本日見てきた映画は、マッチングを見てきました。で、チケットがこちらになりますと。でね、このマッチングですが、まあね、土屋太鳳さん主演で、佐久間大介さんと金子信明さんですかね、ここら辺がメインで出てきますね。身近な出会いの裏に仕組まれた恐怖ということで、アプリから始まる新感覚サスペンススリラーという感じになってます。ラスト1秒愛のあなたが反転するなんてことでね、まあ最後の最後まで楽しみな、そんな映画になってますね。で、まあ、で物語としてはね、マッチングアプリをテーマにした映画になってますね。ストーリーはね、ウェディングプランナーとして仕事が充実している一方、恋愛に奥手なリンカは同僚のナオミの後押しでマッチングアプリに登録することに。現れたのはプロフィールとは別人のように暗い男トムだった。その後も執拗にメッセージを繰り返し送るトムに恐怖を感じたリンカは、取引先でマッチングアプリ運営会社のプログラマー影山に助けを求めることに。しかし時を同じくしてアプリ婚した夫婦が惨殺される事件が連続して発生、被害者たちがリンカの勤める結婚式場で式を挙げていることが判明するのだった、という話になってます。まあ主人公であるね、土屋太鳳さんはウェディングプランナーのね、そういう仕事をしてますね。まあよくある話とかね、まあ昔ね、アメリカのコメディね、ウェディングプランナーのその主人公のね、コメディやったんですが、まあ始まりはそんな感じですよね。似た感じですね。まあ仕事で人の結婚を送り出すのは上手なんですよ。このね、ウェディングプランナーとしてね、働いてる時の土屋太鳳さんはね、本当にプロのウェディングプランナーのようなね、立ち振る舞いで、まあさすがだなって感じはするんですが、まあその実ね、プライベートでは全然ダメダメな感じですよね。全然恋愛もできず、まあ週末居酒屋で飲む相手といえば父親と飲んでるなんてことで、その代わりね、母親がいない、そういった家庭なんですね。まあいろいろ影があるんですが、でその間にもマッチングアプリでね、結婚した夫婦がね、妙な殺され方ですかね、そんな死に方をしている事件が多発するんですよね。最初ね、腕相撲してんのかなと思ったんですけど、その腕相撲してるような状態で腕を縛られて顔にね、バッテンというね、そんな傷を負わされた被害者がね、結構出てくるということで、まあ連続殺人事件が行われているという、裏ではね、この主人公である土屋太鳳さん演じるリンカが、仕事をしながら日々を過ごしてるわけですね。とはいえね、出会いがないというか、まあ一番最初のね、この物語の中で、ね、ウェディングプランナーとして送り出す相手が、まあ学校の先生でね、初恋の相手だなんてことで、そのまあ同僚のナオミですね、ここにからかわれるわけですね。まあとはいえね、もうそんな気はないですよみたいな話しながら、出会いがないんじゃもうどうしようもないよということで、このナオミがね、マッチングアプリをその進めるわけですね。今こういうのがあるよってことで、まあちょっとじゃあやってみるかなんてね、まあ酔った勢いですかね、家の中で適当に雑に写真を撮ってアプリに登録するわけですね。まあいろいろねアプローチが来るわけですよ。まあ一応土屋太鳳さんなのでね、やる気がなくてもそれはね、いいねがつくわけで、いまいちね、このまあリンカはやる気がないんですよね。なのでね、このナオミがね、こう率先してこう選んでいくわけですね。これがいいだの、これが悪いだの、ね、その中で選ばれたのはね、このトムっていう人で、まあリンカもね、一応頑張ってみようってことでマッチングアプリを使ってこのコミュニケーションを取るんだけど、まあなかなか進展していかないわけですね。まあそんだけで、まあ、同僚ナオミがね、まあリンカのスマホを取ってしまって、で勝手にね、いつ会えますかみたいなね、そういったメッセージを送ってしまうわけですよ。でそれをきっかけにこのね、トムと、このリンカがね、近づいていくって感じですかね。まあ一応ね、その最初のデートはね、水族館なんですよね。まあ一応ね、そのリンカも女の子なので、一応ねおめかししていくわけですよ。まあ写真ではね、イケメンじゃないですか、そのトムは。なので行ってみたら、なんかね、やたらネクラな生まれた時のね、話をしだしてって感じで、まあ気持ち悪い感じですよね。よくね、恋愛ドラマとかではこの男性主人公でデートしてみたものの、その後連絡が来ないですよなんてことがね、そんな話とかあったりしますけど、まあそれは男性側の目線からだとそうですけど、今回ね、その初めてね、そういったちょっと正体がわからない人と出会うっていうのの、この女性版ですね、女性側から見たらこの気持ち悪い男っていうそういった視線で見られるので、ああこれ気持ち悪いなっていうね、このトムですよね。
これは気持ち悪いなっていうね。でもまあ演じてるのがね、佐久間大介さんなんで、ものすごいイケメンなんですけど、まあイケメンなのに気持ち悪いっていうね、これなかなかいい感じの、まあここにね、狂気のストーカーなんてもうしっかりね書かれちゃってるので、まあこの後の展開としてはね、まあストーカーなんですよね。リンカさんが働いてるウェディング会社ですね、あの結婚式場か、これとそのマッチングアプリがね、まあ、業務提携っていうんですかね、そういったね、一応一緒に仕事しようなんて話になって、でその時にこのね出会ったのがこの影山ですね。でこれがマッチングアプリの、まあ、プログラマーってことで、この影山が出てきますね。でこの人が優しく、この凛花を、守っていくって形になってきますね。まあこれがねストーカーとその影山という2人の男性と、その間に、まあ、主人公であるね凛花がいるって形ですね。まあその間にね、まあいろんな過去とかね、いろんな出来事が起きつつ、まあ最終的にはね、まあいろんなことが起きるわけですよ。まあこういったサスペンスものにおいてね、大体もうなんだろうな、ステレオタイプと言いますか、まあ大体一番最初に怪しいのは怪しくないみたいなね、そういった展開とかありますから、まあもう大体もうこの構図だけで、まあ大体ね、もうサスペンスドラマといえばね、大体もう展開って読めるじゃないですか。一番最初に怪しいのは実は違うみたいな、そんな展開があるわけで、ここら辺はね踏んでいくわけですよ。まあ一番最初の人間はね、怪しいままそのまま終わったら、それはそれで何も面白くないじゃないですか。なのでまあ一転二転していくわけですが、あ、やはりね最後の最後ではね、やはりあそっち行くんだみたいなね、そういった展開になります。このね最初のあらすじと、まあこの映画の CM からだいたい読める物語というものがわかるじゃないですか。あのサスペンスドラマの ステレオタイプといいますか、もうね、サスペンス好きならあこういくんだろうなみたいな、そういう展開ありますよね。まあそこをまあクリアしつつ、さらに先に行きますねこのドラマ。まあ当然ラスト1秒あなたの愛が反転するって言ってるぐらいですから、まあそこら辺のね、予想してたところは裏切ってきますね。結構最後はまあ愛と狂気をねうまい具合に描かれた作品になってきますね。今回ねこの映画ね、ものすごくねこの無駄がないというか、もうねセリフセリフでその人たちの状況とかがねものすごく分かりやすく、まあ、喋ったりね動いたりした後一泊置いて何かね物事が起きたり、ね、そういったね何かしら、まあ、スマホが鳴ったりね、そういったね結構テンポよくどんどん進んでいくんですよね。なんか変にねこのサスペンス的な怖さをねダラ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 こう引っ張っていくことなく、ものすごいねスピード感あって、あの展開していく割には情報がすごい、そのセリフとか映すものがねものすごく綺麗に整理されてるので、まあ複雑な事件だとは思うんですけど、そんなにねあれこれどうなってたかなみたいなことがないままね、綺麗にあのよく分かってきますね。まあ、逆にその物語はね綺麗すぎちゃって、まあ綺麗に情報が伝えられるせいかなんなのか、なんかね怖いなって感じはしなく、どんどん次の展開が知りたいなっていう方があの強くなりますね。よくできすぎてるっていうかね、なんか本当にこれ逆に殺人事件でない方があのもしかしたらもっと面白かったかなとは思うような、うん、逆にねこの殺人事件というそういったものにしているので、このなんだろうな、まあある程度のオチみたいなところが見えてしまうっていうのはあるんですけど、逆に殺人事件ではない物語であれば、もうどっちに行くのか何を起きるのかわからないようなね、そんな感じがしたんではないかなとは思いますね。まあでもね結構や、まあ事件としては面白いし、まあ最後結構ね愛の狂気で誰が一番愛に狂っていたのかみたいなね、なかなか面白いテーマでしたね。当然ねあのよくあるサスペンスもののオチみたいなところね、当然まあ新作の映画であるためにまあ裏切ってはきますけど、なんかね複雑なようでいて結構ね、情報が無駄がなさすぎて、無駄がないんですよね。本当無駄がない。もう最初だってあの居酒屋、あの仕事終わって居酒屋行った時に父親と飲むっていうシーンなんですけど、主人公であるねリンカさんが仕事終わって居酒屋行っていきなりその初老の男性と飲むわけですよ。え誰って思って、これ恋人とか思ったら、まあすぐにねお父さんということで、まあこれ父親なんだなっていうのはね、ものすごくこの、それがねそのセリフも結構ねストレートな感じなので、わざとらしくなくこのね関係性とかそういったものをね伝えてくるので、なんか情報の伝え方とかねものすごく綺麗で、なんか流れるようにこのドラマが頭の中入ってきますよね。まあそんなわけでね、まあとりあえず
結構いろいろある家族なんだなみたいな結構いろいろあったなみたいな家族で、まあ、思った通りには行くようでいて、最後の最後ね、面白い感じで裏切ってきますね。まあ、そんな感じになってます。まあ、そんなわけでね、あんまりこのサスペンスものなので下手にね、喋るわけにいかないので、まあ、ここら辺にしておきたいと思います。というわけでね、本日はね、土屋太鳳さん主演の映画マッチングを見てきたでした。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた。